こんにちは、ゆうすけです。今回はポラロイド SX70 を持って世田谷公園あたりをブラブラしてきたので、どうぞご覧ください。この動画撮影をきっかけで後々つながる内容の動画が生まれる予定なので、チャンネル登録をよろしくお願いします。まずは腹ごしらえ。たまたま通りかかったカフェへ入りました。パスタを頼みましたが、写真を撮ることを忘れてしまいました。食後にはデザートということで、今回はすぐ近くにあるパークストアさんへ行きました。本日の一番の目的はこちらのドーナツです。アイス入りのドーナツやらクリームたっぷりのドーナツ、カラースプレーだったり、ドーナツ好きの私にとっては最高のお店でした。今回は SX70 に600のカラーフィルムを入れました。まだまだ室内での SX70 の扱いに慣れていなくて、シャッタースピードの感覚がつかめていません。1枚目がブレブレだったので、妻にドーナツを持ってもらい、しっかりとカメラを固定してブレないように撮影してみました。結局ブレブレです。やはり撮影時には光というものが欲しいなというふうに感じました。世田谷公園内にちっちゃい SL が走っていたので、すごいなということで家族で乗りました。やはりブレてしまいます、修行が全然足りないですね。全然 SX70 の扱いに慣れていません。世田谷公園の奥に子供たちが遊ぶプレイパーク的なものがあって、ここがすごかったです。私が子供だったら一日中ここにいただろうなと思うぐらい、とても魅力的な場所でした。ちなみに撮影日は真夏の暑い日でした。夏はどうしてもポラロイド写真が赤みが強く出てしまうので、今回はバッグの中に保冷剤入りの保冷バッグを入れています。結構これが効果的で、撮影した写真をすぐに保冷バッグに入れるんですが、タオルを1枚かませるぐらいにして保冷バッグに入れています。
赤みが抑えられて青が強く出てきてくれました。色味の好みなどはありますが、夏のポラロイドには保冷剤が結構効果的なのかもしれません。帰りはものすごい豪雨でした。大変でした。ボートに行っていた後々つながる内容ということで、次回は SX70 の室内でのブレ対策、暗い場所でのブレ対策ですね、こちらについて動画を作ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。